おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、柏にございます友三角さんという、まあね、焼肉屋さんに来ております。で、こちらのお店ね、この柏周辺に何店舗もお店がございまして、店舗によって全部コンセプトとかね、まあ、限定メニューが違うような形で営業されているそうで、今回訪れたこちらの本店さんの方では生ユッケがいただけるということで、本店限定でユッケを提供されているそうなので、まあ、そちらの限定メニューをはじめとしたおすすめのね、焼肉を好きなだけ食べていこうと思います。はい、ということで、ただいまね、前菜が到着いたしました。まず1品目がこちらのチョレギサラダに、2品目がこちらのキムチの盛り合わせですね。すいません。それではいただきますと、したらサラダの方からゆっくりと。キムチと、キムチうまっ。で、これね、キムチの盛り合わせにミドのちゃんじゃがあるんですよね。焼肉屋さんらしいですよね。あー、うまっ。おー、もう飲みたいぞ。もう味がついてるんで、もう崩して召し上がってもらえれば、はい、うわ、絶対うまいですね、これ。今ね、次の商品届きました。続いてのメニューはですね、和牛ユッケでございます。あー、絶対うまいやつじゃん、これ。はい、これ絶対うまいやつですね、これ。いけないよ。うめっ。食べ比べられた方がいいかなと思って、はい、これ今一番人気なんですけど、食べ比べっていうのがあって、はい、続いてね、この焼きのメニューが到着しました。これね、タンの食べ比べらしいんですよね。これめちゃめちゃうまそうだよね。こちらが厚切りに、まあ、ネギタン塩で、これ特製のタンってことで、これもね、食べ比べてみましょう。いいよ。いけるかな。もう柔らか。うん。いや、もうね、すでに普通のネギタン塩がめちゃめちゃ柔らかい。入った理由はこれだったんですよ。あ、もうこれが、これがたまらなく気になっちゃって、週に3回。なるほどなるほど。ちょっと続いてこの特製ね。わあ、柔らか。臭みが1ミリもないんだけど。このタンめちゃめちゃうまいよ。で、こちらね、食べ比べ最後のこの厚切りのやつなんですけど、タン先のみを使用しているらしいんですが、サシっていうか油っていうかね、もうすごいのよ。これ絶対柔らかいタンだよね。今ね、ちょっと焼いてる間に次のメニューも到着しました。厚切りのロースでございます。めちゃめちゃね、分厚いのよ。絶対うまいと思う。これそろそろいいんじゃないでしょうか。ひっくり返してよろしいでしょうか。よいしょ。うぅぅぅ、我慢してるのつらこれって。うぅぅ、わぁ、うぅぅ、厚切りっすよ。
硬さが全然ないんですけど、サクサクとした食感がやっぱこれがね、うまい。これ酒飲んでたら永遠に飲んじゃいますね、これは。うまっ。あー、すみません、ありがとうございます。いや、あの、うわー、オールフリーになっちゃうんですけど。いや、マジです。もうこのキンキンのグラス最高です。そしたらちょっとね、今日飲めないんですけど、こちらいただいたんでノンアルでいっちゃいましょう。じゃあ、すいません、皆さん乾杯と。厚切りのローストいっちゃいましょう、これ。いい音。よっと。うわ。よっ。いや。表面をちょっとね、軽く焦がすような感じで、中がレアな状態。このね、サクッとレアとが一番うまいそうです。うまい。この表面焦がした方が、このタレのね、香ばしい感じが際立つんで、うまいわ。今ご飯物いただいたんですけど、さっきね、あのメニュー見てたらもうめちゃめちゃうまそうだったんですよ、これ。上にこの卵とね、半熟卵に、このね、ネギ、味付きのネギが乗ってるんですけど、マジでこれがうまそう。絶対うまいやつ。ああ、声出ちゃった。ネギのちょっとしょっぱめな感じがうまいですね。あー、うまちょっとご飯と一緒なんで、タレつけてワンバンで、続いてもヤバいものが到着しました。これね、焼きしゃぶとおろしロールっちゅうね、これね、さっと軽く焼いて、あのすき焼きみたいにね、まあ、卵につけたりとか、まあ、おろしとネギとポン酢を合わせて食べる商品なんですけど、これヤバいよね、絶対うまいと思う。追加でまたご飯いただいちゃいました、これ。さっきのね、ユッケのちゃんじゃが乗った卵のご飯ですね。なんか噛んじゃった、めっちゃ噛んじゃった。さっきのね、あのちゃんじゃのユッケが乗った丼物でございます。焼きしゃぶ、うまそう。軽く炙る程度でいいのかな、もったいないし。ラッと、そしたらこちらを卵にこう絡め、うまそう。ご飯、うん、おろしロールにはこれネギとね、ポン酢に、おろしと薬味が入っております。うまそう。あー、うまっ。結構ね、この焼きしゃぶ、すきしゃぶ的なのがあるお店って1枚ね、だいたい500、600円のところ結構多いと思うんですけど、400円台から食べれるんで、お値段もね、かなり安いと思う。いや、残っ
たのも一緒にこれ入れちゃう。卵もったいないんで、生卵もったいないんで、これ一緒にこれかけちゃって、うん、これはもうずるいですね。これはうまいです。続いてはね、こちらのメニューでございます。限定メニューにはなるらしいんですが、まあ、店名にもあるトモ三角でございます。刺しもね、綺麗に入っててめちゃめちゃうまそう。こちらのメニューはね、この九州醤油とこのわさびね、これを合わせて食べていくそうです。そしたら、あよいしょ。トモ三角の方はね、いい感じの薄切りのお肉になっているので、火入れは浅めにしております。わさびのせて九州醤油と、うわーうめー、うまくてうまいな。うん、またね、このちょっと甘みの効いた九州醤油がね、お肉に合うわ。今ですね、握りの盛り合わせをいただきました。これね、ちょっと斜めに取るとこれ崩れそうなのであれなんですけど、もうね、全部うまそう、やばい。これまずね、手始めにホルモンいなりと、うん、初の握りだって、食べたことないんですけど、うん、別にこの中トロ、うん、うん、でも十分脂がすごい、うまっ。うん、じゃあちょっと最後にミスジの方を。今ね、ちょっと焼き物終わりまして、締めの時間に移ります。こちらのトモ三角さん、まあ、ご飯物もそうなんですけれども、麺類とかね、いろいろ締めのメニューがございまして、今回いただくのがこちらの冷麺ですね。麺こんな感じなんですけれども、これつけ麺風のスタイルになっておりまして、普通の冷麺よりも若干ね、麺が太めな気がします。これちょっとね、つけ汁が3種類あるみたいなんで、こちらにね、つけて食べていこうと思います。こんな感じですね。いただきます。めんめうまっ。めちゃめちゃうまい、これ。これめちゃめちゃうまいじゃん。ちょっとこれなめたけ、うん、ちょっと梅も食べてみよう。うん、これ最後でございます。うん、うん、大満足でございました。ごちそうさまです。はい、ということで、ただいまね、トモ三角さんでいろんなおすすめのメニューをいただいてきました。いやーね、どのお肉もうまかった。このトモ三角さんね、ほんととっ
ても金額はリーズナブルなんですよ。ただ質はもうめちゃくちゃいいの。いやね、もうぜひこの柏の近い人ね、お店に食べに来ていただきたいんですけれども、やっぱね動画ね全国見られてると思うんで、なかなかね柏まで来れないって方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。で、友三角さんオンラインショップがあるんですよ。本当にね、僕は今日食べたお肉がもうそのまんまの状態で冷凍でね、翌日配送ってことなんで、気になる方今概要欄にねこの購入ページの方を貼っておきますんで、ぜひオンラインショップの方も覗いてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。